はい、国民民主党、田中健です。午後一番の質疑となります。どうぞよろしくお願いをいたします。政府が4回目のワクチン接種を始めるということでですね、発表がありました。60歳以上の人対象25日からということであります。今日はですね、そのワクチンに関わるデータについてお聞きをしたいと思います。早速でありますが、資料をご覧ください。こちらはワクチン接種歴別の新規陽性者数を一覧にしたものであります。分かりやすいように10万人あたりの新規陽性者数も一緒にですね、これ載っています。これ1枚目と2枚目、これ一周違うわけですけれども、これご覧になっていただきますと黄色いマーカーしてございますが、皆さんですね、すぐに気づかれるかと思います。これ2枚目ですね、5月11日の新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーリポートでの会議で配布されたものですが、これ2枚目ですね、ワクチンの未接種者数の新規陽性者数、左の一番、列でありますが、一気にですね、1枚目と比べまして約半分以下になっています。この1週間で何があったんでしょうか、お聞きします。佐原健康局長。お答えいたします。ハーシスにおけます新型コロナの感染状況の集計におきまして、従来ワクチンの接種歴が未記入の方につきましては、厚生労働省は未接種に計上しまして、一方で国立感染症研究所は接種歴不明に計上しておりました。しかしながら、感染研における取り扱いと厚生労働省における取り扱いの整合性を確保する観点から、厚生労働省の資料においても接種歴が未記入の方は感染研と同様に接種歴不明として扱うこととしました。こうした取り扱いの変更のために、4月20日の提出資料、これは4月4日から4月10日までの陽性者のデータでありますけれども、それと比較して5月11日の提出資料のデータでは、未接種の陽性者数が減少したものとなっております。田中健君。はい、これ新型コロナウイルス感染症発生届のですね、これ未記入を、すべて未接種の陽性者にカウントしていた、ということでありますが、これすべてのですね、発生届のうち、この割合というのはどのくらいであったんでしょうか、お聞きします。佐原健康局長。お答えいたします。すべての発生届のうち未記入の割合はどの程度かというお尋ねでございますけれども、これは例えば5月18日の届出分では約 18% が未記入というふうに、すいません、約 19% が未記入となっておりますが、4月以降の状況を申し上げますと、日によって数字は異なるものの、未記入の割合は 18% から24% 程度の間で推移しております。田中健君。はい、発生届のうち約2割ですね、平均するとなると思うんですけれども、これ今やり取りしてますけれども、何かですね、単純にただただ、数が変わっただけのような感じになりますが、私はですね、これ大きな問題だと思って今日は取り上げさせてもらいます。これ未記入はあくまでですね、これ未記入だっただけであって、その患者さんが未接種だったということではないわけです。もう今8割の国民がですね、ワクチンを接種していますから、未記入の中にはワクチンを接種されていたにもかかわらずですね、今回未接種という中に割合がかなり入っていたんだろうと思います。これをですね、単純に未接種の陽性者に上乗せしていたということはですね、これ大変な大きな問題、ありえないことではないかと思います。そもそも先ほどですね、感染研と同じようにしたというさらっと答えしてしまいましたが、ずっとこのような分類にしていたのはどうしてかでですね、そして今回このタイミングで変えることになったのかをもう一度お聞かせください。佐原健康局長。お答えいたします。ハーシスにおける発生届の入力の画面におきまして、ワクチン接種歴を入力する欄は、当初はワクチン接種者が非常に少なかったことから、医療機関や保健所などの現場の入力負担を少しでも軽減するという観点から、接種歴を特に選択しない場合には未接種というふうにしておりました。このような形で入力されたデータに基づきまして、これまで単純集計ではありますけれども、ワクチン接種歴別の新規陽性者数に関する資料を作成してきた
ところでございます。そして、昨年末12月1日でございますけれども、ハーシスの入力画面のデフォルトを未記入に変更した後も、従来通りの取り扱い、すなわち未記入なら未接種という取り扱いにのっとりまして、入力データを機械的に集計して、毎週公表してきたものでございます。で、一方で国立感染症研究所におきましては、昨年の12月以降、ワクチン接種歴が未記入の方を一律に接種歴不明であるとした上で、資料を作成し、こちらも ADB に公表してきたという経緯がございます。で、厚労省の資料の数字と、感染研資料の数字との乖離が大きくなってきたことから、今般、感染研における取り扱いとの整合性を確保する観点より、厚生労働省の資料においても、接種歴が未記入の方は、感染研と同様に接種歴不明として取り扱うことというふうにしたところでございます。委員長、田中健君。はい、今お聞きしてますと、お医者さんがですね、未記入だったから、ないしはシステムがというようなことでですね、聞こえるんですけども、理由がですね、これ、ネットの中で、SNS の中では、未記入が怪しいとかですね、データに不備があるんじゃないかということは、指摘がされていましてですね、今回これが変わった時点でですね、あ、やっぱりここ違ってたんだというような声がかなり上がっています。これ、うがった見方をすればですね、これ、ワクチン未接種者の新規陽性者数を高くするためにですね、これ、意図的にやってたと言われても仕方がない分類です。例えばこれ、12歳から19歳見ますと、10万人当たりのですね、陽性者数679人です、1枚目です。これ、横に見ていきますと、2回目打てば249人、3回目で99人ですね。これまでのデータだと、本当にきれいにですね、ワクチン接種による感染者の予防数というのが、効果が確認できていました。ワクチン打てば打つほどですね、これ感染者数減るということですね。そして、国もこのデータをもとにですね、コロナワクチン感染予防に効果ありということを宣伝もしてきました。さらに専門家や自治体もですね、このデータを使っています。資料4枚目になりますが、これちょうど1枚目のデータをグラフにしたもので、香川県のホームページに載っています。香川県のホームページの新型コロナワクチン接種を検討されている皆様へと、いうページに載っている資料です。まさにこれ見ますと、きれいにですね、ワクチン接種によってガクッとですね、未接種者から2回目3回目ですね、感染者が減っているというのが分かるんですが、今の分類をこれ当てはめると、この青いですね、ところ未接種のところは約2割なんですが、数にします半分ぐらいになりますから、それぞれガクガクッと半分ぐらいですね、平均すると減るということになります。私は決してここでですね、ワクチンを否定しているわけではありません。いろんなお話を聞かせてもらいましたが、2回目から3回目のブースター接種もですね、意義があるということも分かっておりますが、しかしですね、この今までの分類を新たにしたこのデータを分析するとですね、例えば未接種者の大半、若い世代ですが、これ症状が軽く、多少の熱でも病院には行かないと、つまり新規の陽性者数とは見なされないですね、可能性が低いわけですね。結果としてですね、この新しいデータを見ますと、2回接種と未接種者数の基礎は、感染防止効果では有意義な差がですね、見られないふうになります。今回の正確な分類に直したということで、若い世代における感染予防やですね、低いと、これ、いうこともですね、データによって見えてしまうことではないかと思うんですが、大臣の見解を伺います。後藤厚生労働大臣。新型コロナワクチン接種は、オミクロン株に対しても感染予防効果や、発症予防効果、重症予防効果があり、3回目接種を受けた方は、そうでない方と比べて、感染者が少ない傾向にあることが示されています。一方で、ご指摘のワクチン接種歴別の新規陽性者数のデータについては、これは単純集計でありまして、ワクチン接種からの期間が考慮されていないこと等から、これにより感染予防効果が必ずしも明らかとなるものではないというふうに考えます。このため、このデータをもって、若い世代の方への感染予防効果について評価することは困難であると考えます。また諸外国の知見においても、特段若い世代において新型コロナワクチンの感染予防効果が低いというデータは、示されていないと承知しております。
いずれにせよ若い世代へのワクチン接種は重要であると考えており、引き続き科学的知見の集積を注視しながら接種の促進に努めてまいりたいと思います。また65歳を超える、先生は今65歳を超えるところよりも下のところで議論をする、そこでいいでしょうか、一旦。はい、田中健君。はい、ありがとうございます。大臣、3回目のですね、今接種進んでいまして推奨していますから、3回目の話に持っていきますと、先ほど私も言いましたブースター接種ですね、意味があるというふうに思っていますが、そもそもこのオミクロン株が出現したときはこの2回目ですね、打つとき、ワクチンの効果が大きく落ちるということが注目されて、実際第6波では2回目ワクチン接種完了後も感染者が相次ぎですね、その有効性というものがいろんな議論がありました。ですからその時ですね、この資料がデータとして使われていたわけです。ですから、当時はですね、未接種者の方が2回接種よりも3倍だとか20倍とかですね、このデータをもとにですね、議論が進んでいたと言われています。ですからそれはですね、違ったわけですよね。単純に3倍20倍というのではなくですね、かなりこの未接種者の中にですね、未記入の人が入っていたわけですから、このですね、データというのが本当に合っていたのかというふうに言われても仕方がないというんです、思うんです。さらにですね、今大臣先に言ってました65歳以上の方を見てみますと、これ未接種者と3回目接種の差がなくなってきています。10万人の陽性者数を見ますとですね、これ65歳から3回目は今年の1月から2月なので、オミクロン株ではブースター接種のですね、感染予防効果というのは非常に逆に短いと、効果はあったけれども、もう2ヶ月程度で切れているというふうにも、この新しいですね、データだと見ることができます。これを考えますと、感染効果を維持するにはですね、2ヶ月ほどでワクチンをこう打ち続けなきゃならないというふうにも、新しいデータからは見て取れることもできます。これらの結果を見ると、感染防止という意味ですね、においては、ワクチンを打つというのはですね、現実的なのかどうかということについての見解を伺います。後藤厚生労働大臣。ご指摘 のワクチン接種歴別の新規陽性者数のデータについては、単純集計でありまして、ワクチン接種からの期間が考慮されていないことなどから、これにより、感染予防効果が明らかとなるものではないのではないかと思います。一方で、海外の査読付き医学雑誌の論文から得られている科学的知見によれば、オミクロン株に対する 1,2 回目接種による感染予防効果や発症予防効果は、経時的に低下するものの、3回目接種により一時的に回復すること、また入院予防効果は一定程度の経時的低下を認めるものの、発症予防効果と比較すると保たれており、さらに3回目接種により回復することが確認をされています。これらの科学的知見を踏まえて、3回目接種は重症化予防、発症予防等を主な目的として接種を進めています。引き続き最新の知見を注視しながら、適切にワクチン接種を進めてまいりたいと思います。田中健君。はい、これデータによる分析がですね、大事だと、このワクチンだけでなくですね、今回のコロナ対策に言われてきたんですが、分類一つでですね、もちろん私も大臣の考えよく理解できるんですけど、全く違う見方でとかですね、新しい見方が見えてしまうので、この政策判断を誤る可能性があります。そもそもですね、先ほどの香川県のページもこのままでいいのかというふうに思います。分類が変わりましてですね、このブルーの感染ワクチンを打っていない人の数はですね、この数ではないわけですから、ですから正確にですね、私は自治体にもですね、国民にも知らせるべきだと思っています。時間があるので、さらにですね、この表から進めさせていただきますと、今度はですね、未接種者数の10万人当たりの新規陽性者数、80歳以上を見ますと、ほかに比べてですね、300だとか5000だというような大きな値になっています。非常に高い値が出ています。この高齢者のですね、未接種の数というのはどのように計算されて、これが導き出されるんでしょうか。佐原健康局長。お答えいたします。ワクチンの未接種者数につきましては、各年齢層について総務省が公表しております令和3年1月1日時点の人口である令和3年
住民基本台帳年齢階級別人口市町村別からワクチン接種記録システム VRS に登録されているワクチンを1回以上接種した方の数を差し引いて算出しております。田中健君、はい。まあ、人口統計からですね、接種済みの人を聞いた数だということですが、3枚目ご覧ください。これは官邸のページでですね、接種率と接種回数、人口を示したものです。これをですね、計算をしますと90歳以上というのは右にマーカーしてありますけれども、90歳代と100歳以上合わせたもので、そこから1回目の接種差を引いたものです。しかしですね、これ引くとマイナスになります。マイナスになるんで、上の接種率は 100% を90歳代を超えています。どうしてこんな結果になるんでしょうか。内閣官房内山内閣審議官。お答えいたします。年齢階級別の接種率の分子となりますワクチンの接種者数につきましては、先ほどもありましたけれども、ワクチン接種記録システム VRS に登録された生年月日をもとに統計を取っているわけでございます。一方で接種率の分母となります人口につきましては、先生に提出していただいた資料にもございます。これ官邸サイトの資料でございますけれども、この官邸サイトの中にも書かせていただいたとおり、総務省が公表しております令和3年住民基本台帳年齢階級別人口を使用してございます。でこの年齢階級別の人口は令和3年1月1日時点の年齢によって区分がされているわけでございます。従いまして、例えば令和3年1月1日時点で89歳であった方が90歳になられた場合には、分子の方で90代に区分されるため、ご指摘のような母数の少ない高齢者数を、あるいは例えば小さな規模の町村の接種率においては 100% を超える場合が生じうるということでございます。田中健君、はい。つまり令和3年のですね、住民基本台帳を使っているからなんです。これ、私毎月ですね、総務省概算人口を出してますから、てっきりそれを毎月を使っているのかと思いきやですね、まあ、1年以上前のものを使っていますと、今まさにおっしゃってもらいましたが、高齢者人口毎月のように増えてますから、増えた分を加えた数から接種済みを引いてですね、算出すればこれ 100% になりませんが、少ない数から引いてますから、まあ、統計としてはですね、これ役に立たないというとですね、語弊があるかもしれないけどですが、かなりですね、私は正確でないデータだと思います。先ほどこの下に、まあ、中がいろいろありますから、これを加味すればと言いましたけど、データとしてはやはりこの上に出ているですね、接種率と人口接種差と、この数がですね、一番結果として大事なわけですから、私はこれはですね、堂々とこの 100% を超えたものを出しているのはいかがなものかと思います。ちなみにですね、その総務省の令和4年4月1日時点の人口で計算をし直しますとですね、例えば先ほどの一覧表2枚目、90歳以上10万人あたり5065人と、これ異様に多いんで、ちょっとおかしいなというふうに思いまして、これ4月1日時点の人口で割り直しますと、これ71人になります。10万人あたりですね、5065人がですね、ガクッと減るんですね。それによって全くこのイメージというかですね、また効果やまた感じ方も変わってくると思います。ちなみに接種率100、先ほど 100%、 100.1% もこれ令和4年4月1日ですと 90.8% になります。さらにですね、ちょっと時間がないんですけれども、この表の2枚目ですと、40代と50代見てください。40代と50代ですね、10万人当たりの新規の陽性者数が逆転しています。さらにですね、65から69は極端にですね、前後と比べて低いんですね。これもですね、なぜなんだろうと思いましたら、令和4年4月1日で直しますとですね、すべてきれいにですね、データが揃います。つまり解消するんです。つまり現状がですね、この表ですと正確に把握がされてないんじゃないかと思います。もちろんいろんな要因があってですね、ないしは前提条件があるから仕方がないと言われたらそうなんですけど、しかし先ほどの香川県のホームページのようにですね、このデータ結果をもとに、各自治体でですね、ワクチン接種の話やもしくは科学的なものを説明しているというものであれば、もう少し私は責任を持ってですね、そしてできることならば、その毎月のですね、人口に合わせて出すとかです。それがあまり変わらなければいいんですけど、先ほど言ったように大きくですね、変わりますので、そこはですね、私はしっかりやってもらいたいと思います。
最後になりますが、じゃあ大臣ですね、今、その未記入を未接種にしていたということですね、今回、大きくこの表が変わりました、また、国の統計もですね、人口の基準によってですね、大きくその指標が変わってきます、やはりこれら結果というのは、まあ、国の方針を決める大事な資料、データでありますから、私はですね、もろもろのデータ、たくさんあるんで、大変かと思うんですが、1年前のですね、以上のその人口統計を使うのではなくですね、できる限り毎月発表されるデータ、まあ、毎月でなくてもですね、少し前でも結構ですが、少しでもこの正確に反映できるような統計を作ってもらいたいしですね、そしてそういうような取り組みをしてもらいたいと、そうでないと誤解を招きますし、また分析や判断というのは正しく行えないと思うんです。いかがでしょうか。後藤厚生労働大臣。データからどういう結論を導くかは、データの作り方、前提条件、そうしたことに大きく影響をされます。一方で政府から同じデータを使って政府系機関と別々の発表をしているということの問題点とか、あるいはそれの接続性だとか、データの処理については委員ご指摘のように丁寧にしっかりと全体像を見据えて作っていく必要があるというふうに思います。田中健君。はい、ありがとうございます。確かに冒頭、今回感染症とですね、合わせたということでありですね、そうしますとさらにこれまでは感染症と厚労省ないしは官邸のデータはですね、それぞれ違うとなりますと、何をもってですね、皆さんが判断をしたりまた政策に生かしていけるのかわからないと思いますし、さらに4回目のワクチン接種が進みまして、これからですね、いろいろな政策がまた次々と打ち出されてくるかと思います。その元になるのが、私は正確なデータだと思いますので、大臣が決意述べていただきましたので、しっかり反映できるようなシステム作りにですね、邁進していただければと思います。時間になりました。以上で質問を終わります。ありがとうございました。次に宮本